親が心配するのは当たり前だと思うんですよ。原因を多分ちゃんと聞いてあげた方がよくて、親からすると実態が見えないから不安になるわけで。皆さんこんにちは。今日も大坪さんに質問に答えていただきます。親が結婚しろとうるさいです、このままだと子供が産めなくなるとか、早く親を安心させてほしいとか言ってきます。どうしたらいいですか？まあ、俺だったらもうきっぱりノーって答えるだけなんですけど、子供が産めなくなるっていうのはね、まあ自分の母親にまず何歳で産んだか聞いてもらうことと、まあ、もしね、本当エビデンスベースで論破したいんだったら、総務省のデータ調べたら平均のね、ウィザーの年齢出てくるから、この年まで子供は平均的に産めるらしいお母さんって言えばいいし、うちは日本妊活協会って協会やってて、不妊症の人たちをね自然妊娠させてあげるって活動してるんですけど、マックス50歳でウィザーなんで、で俺の知り合いは52歳でウィザーで、両方とも健常児なので、あと30年あります。30年あります。すごい人生2倍ですね。まあ、そうなのか、人生2倍にはなってないと思うんだけど、これ回答になってるんですかね。質問してくれた人がこの動画を見てね、回答さらにちょっとそうじゃねえよって答えてくれたらありがたいんですけど、親が心配するのはね、至極当たり前だと思うんですよ。自分もまあ会社経営してると社員が子供って感じる部分はあるんで、じゃあこの将来を案ずるっていうことは事実あるんですけど、でも心配するカテゴリーがあるわけですよね。心配する理由のカテゴリーが、じゃあなんでお母さんは娘さんに対してその子供産めなくなるよ、結婚しなさいっていうその心配が出てくるのかっていう、その原因を多分ちゃんと聞いてあげた方がよくて、でコミュニケーション不足だとね、なおさら親って干渉してくるから、ちゃんと親とコミュニケーション取ってればあんまりね、親って干渉してこないんですよ。あなたがそこまで考えてるんだったら、じゃああなたの思うようにしなさいってなるんだけど、手前段階で突っぱねて、私は私でやるからっていうことだけやってると、親からすると実態が見えないから不安になるわけで、不安って基本見えないから不安になるから、ちゃんと見える化されてたら親は不安はないんですよ。っていうか信じたいからね、基本ね、信じたいけど分からなさすぎて親の不安が上回るから親は干渉してくるわけで、コミュニケーションちゃんと取ってて、今こんな感じなんだよって、今は仕事が楽しくてね、異性と遊んだりするよりも今は仕事に没頭したいと、で活躍できるようになって、で将来的にいつでもね、復職できるぐらい手に職スキルを身につけてから、私は結婚して出産したいと思ってるんだとか言えれば、そこまでちゃんとしっかり考えてるのねで終了するはず。だからそう言われちゃうってことは、おそらくねコミュニケーション不足なんじゃないかなと思います。はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。